どうもー。どうも、S マンです。お願いします。ますああ、りがとうございますで。今、チャンピオンズリーグの出場権をいただきましたけどもね。ありがとうございます。いやこんなんぼあってもいいですからね。一番いいですからね,いいね,ね。いきなりですけどね。はいはいはい。うちのおかんがね、好きなサッカーのクラブチームがあるらしいんやけど。ああ、そうなんや。その名前をちょっと忘れてもうてらしくてね。クラブの名前忘れてもうて、 どうなってんねん、それ。ま、あいろいろ聞くんやけどな。うん。全然分からへんねんな。ほな、俺がね。おカンが好きなクラブの名前、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかーってのを教えてみてよ。イングランド一部リーグ史上最低の20回優勝してて、赤い悪魔とか言われてるチームやって言うねんな。あー、マンチェスターユナイテッドやないか。 その特徴はもう完全にユナイテッドやからユナイテッドなすぐ分かったやんこんなんもうでも分からへんのよな何が分からへんのよ俺もうナイテッド思ってんねいやそうやろおかんが言うには、うん、ここ10年ぐらいで急成長を遂げたって言うねんなあほなユナイテッドと違うか、うん、<laughs> ユナイテッドそんなシティみたいなクラブちゃうもんね,そうやねむしろここ10年どないしたんやほんまにヨ、ねね、ーロッパリーグにこんなにお世話なる思てなかったんやから、うん ほな、ユナイテッドちゃうかなもうちょっと詳しく教えてくれる、うん、チャンピオンズリーグ出てなくても、収益だけはトップクラスらしい、うん、ユナイテッドやないか。数年前まで毎年 CL 優勝争いしてたリーガの2強を上回ってたことすらあるんやから。ウッドワードはね、補強に関してはダメダメやけど、ビジネスに関してはすご腕やねんから。 ユナイテッドやそんなもん俺も分からへんねんって何が分からへんのこれで俺もユナイテッドやと思うてんけたなそうやろおかんが言うにはうんここ数年<う>リーグタイトル争いの中心やってうの、ね、ほなユナイテッドちゃうやないか2位こそ何回かあれどねちゃんと優勝争いしてたの優勝した1213シーズンが最後やねんからああだからラッシュフォードとかタイトル争いの経験ないんやからそうやねんそうやねん ほなユナイテッドちゃうかな、うん、ほらもうちょっとなんか言うてなかった、うん、ブルーノ・フェルナンデスは神やっていうほなユナイテッドやないか。<laughs> あいつ来てなかったらほんまに終わってたからね。ねロナウドとブルーノ・フェルナンデスがうまく共存できたら、ユナイテッドとポルトガル代表は無敵やねんから。 ユナイテッドや、そんなもん。わからへんねん、だから。なんでわからへんの、これで。俺もユナイテッドって思ってんけどな。そうやろオカンが言うには、うん。背番号7はあんま人気ないって言うねん。ユナイテッドちゃうやないか。<laughs> ユニフォーム爆売れの背番号やもんね。そうね。クラブの顔にふさわしい選手にだけ与えられる番号やねんから。うん、サンチェスとデパイの7番はなかったことになってるんやから。らユナイテッドちゃうがな、も ほなもうちょっとなんか言うてなかったかースールシャールもっと早く解任するべきやったらしい。うん、ユナイテッドやないか。リバプールに5-0で負けた後、<う>スパーズに3-0で勝った時、残念な気分になったサポーターもおるんやから。解任というゴールラインギリギリでクリアした数は少なく見積もって5回はあるのよ。<う>最後、ワタフォードが押し込んだんやから、あれ。そうね。 もしこれで次のラングニックもあかんかったら俺は動くよ。うん、ユナイテッドよ絶対。分からへんねんでも。なんで分からへんのこれで。俺もユナイテッドやと思ってんけどな。そうやって。オカンが言うには、うん、ウィングが足りてないらしい。こんなユナイテッドちゃうやないか。ウィング腐るほどおるんやから。うん、ベンチメンバーえぐいぐらい豪華な時あんなんあれ。<ー>夏中盤センター取るべきやったのに。 とロナウドやからね,ねユナイテッドちゃうやないかほなもうちょいなんか言うじゃなかったいい加減フィル・ジョーンズ移籍したらユナイテッドやないかあいついつまで居座る気やねんほんまはるか昔のプレー中の顔いじられてるだけやねんから<う>ユナイテッドに決まりでもわ分からへんねん分からへんことないお前のおかんの好きなクラブはユナイテッドに決まり でもオカンが言うにはうファーガソンって誰ほなユナイテッドちゃうやないかファーガソン知らんユナイテッドサポーターなんかねマイアン知らん乃木坂ファンみたいなもんやからね<う> <laughs> 歴史を語る上で書かせへんレジェンドやねんからそうやねおかんオカンフィル・ジョーンズ知っててファーガソン知らんのそうやねん <laughs> ほんまにわからへんかなこれどうなってんねんもうでもおとんが言うにはおとんガラタサライちゃうかいや絶対ちゃうやろもうええわどうもありがとうございました,ました動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いいたしましょう